で、今素材がいっぱいバーって手に入ったじゃん。入った。これさ、武器もね、強化するんだよ。強化の話をするとか、はい、鍛冶屋がいます。鍛冶屋がいる。もういかにも鍛冶屋ですっていう、うん、書いてあるしね、鍛冶屋って。そうで、ここの鍛冶屋で持ってる武器を強化できるんだけど、はい、全員分あんのよ。何人いる？今 1,2,3,4,5,6,7,8,8 人。おお、だけど、うん、増えます。そうなんだ。増やせます。で、それぞれにを強、それぞれに武器を持ってて強化しなきゃいけないんで。1個じゃないんだね、しかも。そう、素材が大量にいるんですよ。あ、特訓するのか、これ飛空艇。そうそう。へー、トレモがあります。トレモがあるんだ。はい。で、これがコマンド表ね。うん、いろいろありますよと。基本的にはボタンをそんなに使わないんだけど、うん、これも。そうそうそう、これで、うん、発生技とかいろいろある。あのコマンド表に載ってないものもあるんだ。ある。基本的には X と Y で攻撃なんだけど、アビリティってものが存在するんです。はい。おお、なんかビカビカになったけど。そう、攻撃力上げます。ハイヒールがあります、うん、スローがあります。普通の攻撃技があります。こういうのもいろいろ組み合わせて、うん、戦っていきます。なるほど。遠隔キャラ。なるほど。あー、面白そう。エイムが必要とかはない？ない。ない。ターゲットしてとか。そうです。ややこしいのが、うん、あ、見てなさい、めっちゃ溜めてる。行くわよ、ピョンピョン。行くわよ、追撃。なるほど。え、溜め攻撃、うん、この X で溜めるじゃん、うん、溜めて放つと増えるの。ひし形のマークが、うんうん、今最大4つまでいってる、うん、これがための4ためまでできますよっていう。なるほど。かなり複雑なの。そうか。さっきのオーソドックスキャラと違って、うん、割とやることが全然違うキャラ、うん、へー。かかって、あ、全出てきた。で、リリンクって何なのよってなった場合、リリンクね、タイトルにもあるもんね。パーティーのヒットポイントが左に表示されてると思うんだけど、その下にゲージがあるの分かる？赤いゲージですね。そうそう、パーセントが増えてってるはずなの。増えてってます、徐々に徐々に、うん、回復したりとか、仲間がダメージを食らったりとか、うん、そうすることでも増えてくる。なるほど、うん、今それがない分ってことか。なんか溜まったやつがいる、うん、手数、うんうん、が多い。あ、何か溜まるとこういう風に味方が、うん、あ、誰か溜まった、また、あ、誰か溜まった、ペインチャンス。あるべき場所へ送ってやれ。これで今ジークフリートが溜まりました。はい、ヒヨちゃんも、うん、ジークフリートさん任せろ。始発パンク、いよ、逃がさない。めちゃめちゃ痛い。これが面白い。なるほど、うん、で、解放チケットを
今1枚持ってるんですけど、はい、ゲゲ、お、多いだろ。すごいな。ものすげえ数います、今のところ。そうなんだ。うん、あ、じゃあ、なんか、もしかしたらベストなパーティーとか。あるかもしんないですね。へぇまあ、なんか、グラブルのスマホ版で、このキャラ好きだったなっていうのが、動かせたりするので。うん、なるほどね。多分好きな人は好きだし、うん、キャラも結構いろいろ操作も癖があるし、うんうん、グラも今風で、うん、とってもよろしいと私は思ってます。入りやすそうな。そうだな、